皆様おはようございます。今ですね、私旭川駅に来ています。時間が午後5時40分。私のオープニングですね、なぜか5時台が多いんですね。今日はですね、実は皆様にリクエストを、募りまして、ご投票いただきました。本当にたくさんのご投票ありがとうございます。青春18切符で、あと残り1枚でどこに行こうかなと思って、5箇所ぐらい行きたかったんですけど、1枚でしかも日帰りでしか行けないもんですから、皆様にアンケートを募りましたらですね、1位になりましたのが、この旭川駅から稚内を1日で普通列車だけで往復するというのが、ダントツで1位になりましたので、今回はこちらにさせていただきます。本当に皆様、ご投票いただきましてありがとうございました。ね、私も今からちょっとワクワクでございましてですね。で、しかもですね、1日で日帰りで旭川まで帰ってくるとなると、この朝6時2分発稚内行きの普通列車に乗らないと間に合わないんですね。すごいですよね。はい、それでは、早速ホームに行きたいと思います。朝食はですね、今日はちゃんと、事前にセブンイレブンで買いましたので、列車で空いてたら食べようかなと思ってます。よろしくお願いします。ということで始まりました青春18切符最後の旅です。5回目になります。旭川駅、朝6時までは片方の改札口しか開いてないんですね。これは知りませんでした。向かい側のホームには朝6時発特急ライラク4号789系0番台が発車していきました。この前には朝5時17分にライラク2号が旅立っています。早い朝を迎えている旭川駅です。私が乗りますのは稚内駅普通列車キハ54系です。と思ったらですね、2両目にキハ40が連結されていましたよ。当然私はキハ40に乗りました。ただこの2両目は名寄で切り離しになりますので、名寄まで楽しみたいと思います。今日は抜けるような青空というところまではいかなかったんですけど、まあまあの天気なんでよしとしましょうか。いや、ここから見る旭川駅、かっこいいですよね。最高です。先は54に乗りましたら必ず見に行きたくなるのが運転席です。いやー、この昭和の雰囲気を漂わせている運転席、かっこいいですね。早朝の旭川運転所です。朝一ですからね、いろんな列車が出発を待って準備を始めていると思うとワクワクしますね。お、早速キハ54とデコモがたくさん止まっています。多分名寄や上川方面に行くと思います。さあ、次はどんな列車が来るかなと思って楽しみしてたら、すごいの来ましたよ。スターライトルモイ号って書いてますね。これ何ですか、特別列車ですかね。いや、2両編成、しかもタラコ色と急行色、いや、これは貴重ですね。いや、乗ってみたいな、そっちの列車って思いました。ルモイに行くんですね。いや、いいな、ルモイ本線、あの列車で走るのいいなと思いました。さあ、デクモが続きます。あ、これはノロッコ号ですね。わー、ラッセル車の横に283系止まってましたね。しかも4両編成ですよ。あ、グリーン車はついてないようですね。特急オホーツクや大雪で今後運用されていくんでしょうね。さあ、いいものを見たところで朝食といきましょうか。いや、この組み合わせ健康的でしょ。長山駅を発車となりました。キハ54系稚内駅普通列車です。6時43分塩刈駅を発車です。このエンジン音最高ですね。デクモとの列車交換がありました。素晴らしい大自然の景色を織りなす塩刈駅を発車です。デクモ3両編成というのは、いや、なんかちょっと見てお得でしたね。今アナウンスでもありましたが、2両目のこのキハ40は名寄止まりとなります。キハ54に乗り換えなければいけません。そして名寄駅に到着しました。ここで切り離しの作業があります。
今キハ40との切り離しが終わり、そして回送で出発していきました。これからはパワフルなキハ541両編成で稚内へ向かいます。混んでいましたが無事座れる席を確保できてよかったです。車両の切り離しのため13分の停車の後、7時53分稚内行き普通列車が発車となりました。旭川から稚内までは 259.4km の道のりがあります。それをなんと6時間4分かけてこのキハ541両編成で向かいます。意外なのが全駅停車するのかなと思いましたら、北長山駅は通過になっていました。名寄以北の宗谷本線はディープな部分を走ります。それゆえに景色が最高です。ここの設計最高速度は95キロになっています。豊清水信号所に到着です。ここで列車の待合時間があります。かつてはここは駅でした。真ん中にホームがありまして、この待合時間実は特急列車を撮影できるという絶好のポイント場所でもあったんですけれども、今は信号所降りることができません。中から特急列車が通過していくのを見たいと思います。稚内からやってまいりました特急サロベツ2号、キハ 261K0 番台です。いや、この青のフォルムかっこいいですね。音威熱波を過ぎますと天塩川を望むことができます。いや、このコントラスト景色、ここの景色は最高ですね。いつ見てもいいと思います。四季折々いろいろな表情を覗かせてくれる宗谷本線です。旭川駅から乗車して約4時間、大自然の中に突然と現れる物置。そう、ここが有名なぬかなん駅です。ぬかなん駅のホームも味があって好きなんですよね。一度行ってここの物置入ったことあるんですよ。あ、物置なんですけど待合室です。そしてさらに旭川駅から乗車して約4時間半。いや、4時間半経ちましたね。幌延駅に到着です。ここでは20分ほど待合時間がありましたので、少し降りて駅前を散策してみたいと思います。さあ、停車時間の20分の間に少し楽しみたいと思います。探索してみましょう。駅前にはですね、飲食や食堂など数軒のお店がありました。ただ20分間ではちょっと食堂に入ることができませんでしたので、Qマートに入りました。やはりスーパーでちょっと買い物してみたいと思います。さあ、出発の時間が近づいてまいりました。列車に戻りましょう。駅ごとに降りて自分の乗っている列車を撮影するのは鉄道ファンあるあるでしょうか。さあ、幌延駅発車です。いやー、こののどかな雰囲気最高ですね。そしてこの木製の跨線橋、味がありますね。キハ54系で行く稚内駅普通列車の旅も終盤。豊富駅を過ぎ、そしてキハ54系普通列車は利尻富士が見える素晴らしい景色の場所に行きました。なんとここで運転手さんが減速運転してくれたんですよ。これは最高のサービスでしたね。皆様どうぞご覧ください。
南稚内駅を過ぎ、そして終着の稚内駅が見えてまいりました。旭川駅から乗車して6時間4分、終着駅の稚内駅に到着です。ここの踏切、いい撮影スポットになっていますよ。稚内駅に来た際は一度立ち寄りいただいてはいかがでしょうか。旭川を旅立った時には曇り天気だったんですが、稚内駅に到着した頃には快晴のごとく晴れています。いやー、いい天気ですね。これから稚内駅周辺を散策するのがとても楽しみです。6時間の旅、稚内駅到着しました。いやー、晴れてて最高ですね。さあ、さてさて、日本最北端の駅、さあ着きましたよ。改札を出ましょう。そういえば名寄駅から乗っていたお客様、ほぼ皆様全員稚内駅までご乗車されていました。いや、鉄道ファンの方が多いような印象でしたね。これ駅の床見てみましたら、レールなんですね。これどこまで行くんだろうと思ってちょっと後をつけてみました。そしたらここの有名なスポットまでなんですね。あ、さらにこれまだ続いているようですね。よーく見てみると、日本最北端の線路って書いてありますね。ここまだ続いてるんですよ。海の方に行っていますね。あー、お腹が空きました。駅前をちょっと歩いていますが、どうもですね、地元の方が食べるチャーメンというメニューがあるらしくて、ちょっとおすすめだそうなので、ここで食べてみたいと思います。いやー、塩チャーメンすごい美味しかったです。いやー、これ驚きでした。いやー、これソウルフード初めて知ったんですけど、食べてよかったです。稚内駅に戻り、バスターミナルからノシャップ岬へ観光しに行くことにしました。このバスで行きます。20分から30分おきにバスが走っておりまして、とっても便利です。ちなみに宗谷岬行きはすごく混雑していました。今日何かイベントがあるようですね。大きな灯台が見えているところがノシャップ岬です。いやー、あっという間に着きましたね。250円で行けるのもリーズナブルですごくいいです。稚内を1日フリーでバスに乗れる切符もありますので、宗谷岬も行く方はそちらのフリー切符を利用されると便利だと思います。ノシャップのバス停に到着です。バス停から歩いて5分ほどで到着しました。ノシャップ岬です。宗谷岬が一番の人気ですが、ノシャップ岬も負けてないですよ。皆様どうですか？この景色綺麗ですよね。利尻富士も望むこともできます。イルカの時計が可愛らしいですね。ここで記念撮影撮ってる方結構いらっしゃいました。さあ、それではですね、海岸線を少し歩いてみたいと思います。このまま歩きますと日帰りの温泉施設に行けるそうなので40分ぐらいですね。でね、ちょっとびっくりしたんですけど、皆さん見てください。これパークゴルフ場なんですけど、鹿が大量というか、ものすごい数の鹿がいるんですよね。普通に横でパークゴルフしてらっしゃるんですけど、なんか野生の鹿ですよね、これ。特にここで飼っているようには見えないんですけど、見えますか？結構間近にいます。ちょっとびっくりですね、これ。奈良公園のような、いや、これ野生の鹿ですよ、きっと。海岸沿いを歩いてるんですが、利尻富士綺麗ですね。いやー、この利尻富士綺麗で最高で、こう周りの景色もいいでしょう。で、この丘の向こうが宗谷本線になっています。ねえ、すごいな。オロロンライン本当綺麗ですね。あと、こっから海岸沿いを歩いて40分ぐらいで温泉に行きますので楽しみです。はい、歩くこと40分ぐらいですね。稚内温泉到着しました。こちらの施設です。
はい、それでは、一風呂浴びてみたいと思います。いやー、こちらの天然温泉、ぬめり気のある保温力抜群の温泉でした。いやー、本当にいい温泉でゆっくり長湯しました。さ、バスで稚内駅に戻ります。さ、お弁当を買って稚内駅のホームに戻ってまいりました。滞在時間6時間弱でしたが、稚内のソウルフードを塩チャーメンを食べて、そしてノシャップ岬で観光し、稚内温泉でゆっくり温泉に浸かってきました。稚内を堪能してきましたよ。さあ、またキハ号用に乗って、今度は名寄、そして旭川に帰ります。あれ、朝乗ってきた列車と同じですね。もしかしてこの列車名寄行きなんですが、結局は旭川に行くのかな。どうなんでしょうね。18時3分、名寄行き普通列車キハ54系が発車していきました。私、ここで乗った時点で気づいたんですけども、先ほど行く時に晴れた利尻富士見れたんですが、もしかするとこれ帰り、夕日の利尻富士も見れるということですね。一日で二度美味しいというわけでしょうね。これはちょっと楽しみです。ということで、後ろのロングシート誰も座っていませんでしたので、私、進行方向右側のロングシートに座って利尻富士を楽しむことにしました。いや、この夕日の加減すごく楽しみですよね。さあ、皆様行きますよ。準備はいいですか。夕日の利尻富士です。いやー、皆様いかがでしたでしょうか。利尻富士最高でしたね。いやー、今回アンケート取って本当良かったです。皆様本当にありがとうございました。いい旅できましたよ。月がとっても綺麗。乗車して約20分、秘境駅稚内駅に到着しました。ここでですね、親子連れの方が降りていったんですよ。私ちょっと驚きました。駅の明かりがとても温かみを感じる稚内駅を18時21分発車です。月の明かりが優しく照らしています。
稚内駅から乗車して約2時間、木造の駅舎が特徴の手塩中川駅に到着です。ここの駅舎、私すごく好きなんですよね。どことなく木のぬくもり、そして待合室には温かみを感じます。20時3分、手塩中川駅を発車です。そしてしばらく進むと、暗闇の中から突然街の明かりが見え、音威子府駅に到着です。稚内駅から乗車して約2時間40分経ちました。ホームには木の彫刻でできた SL が展示されています。これすごく可愛いですよね。美深駅では特急サロベス3号との列車交換です。なんかピンク色の光が見えたなと思いましたら、なんと浜那須編成だったんですよ。いや、これはラッキーでした。あれに乗ったらもう一回稚内行けるんですよね。いいなーってこの時思いました。駅前のイルミネーションがとっても綺麗な終着駅、名寄駅に到着しました。稚内駅から発車して約3時間45分。いやー夜でしたが、あっという間の楽しい鉄道旅でした。夕日の利尻富士、ほんと綺麗でしたね。そして名寄駅の待合室で待つこと30分。旭川行きの最終列車に乗ります。私の予想ではキハ54系、先ほどの列車が旭川行きになるのかと思ってましたら、新型車両デクモになりました。いやー、新型車両だけあって車内が明るいですね。それでですね、車内が明るすぎて撮影できたの塩狩駅での列車交換が、これが限界でした。23時7分最終列車旭川行きが発車となりました。そして名寄駅から乗車して約1時間半、終着駅の旭川駅に無事到着しました。今回皆様、アンケート取らせていただいて本当ありがとうございました。